弓浦氏は川端康成の短編小説。30年前に九州の弓浦氏という町であって求婚されたという夫人の来訪に戸惑う小説家の奇妙な体験の物語。突然訪れた一人の夫人の言葉により、巨と実の間の空間に誘われてゆく主人公の心理が描かれ、夫人の妄想の過去と推測されるにもかかわらず、その語りの細部や真実らしさに、 読者も主人公と共に、怪しい時空に引き込まれてゆくような、狂気と隣り合わせた異様な世界が提示されている、作品となっている。実は怪談系のサイコホラーにも一脈通ずる、作品でもある。1958年、雑誌、新潮1月号に掲載され、同年4月30日に新潮社より観光の、富士の初雪に収録された。 その後1962年8月に新潮社より観光の川端康成全集第11巻や1981年3月20日観光の審判川端康成全集第8巻に収録された。原稿版は講談社文芸文庫より再婚者弓浦氏として観光されている。新感覚派と呼ばれていた時代から心理学への関心を持っていた。 川端康成は、フランスの天文学者で、心霊学者のカミー・イフラ・マリオンによる、心霊学の書、未知の世界へなどを愛読し、初期の心霊小説、白い満月、叙情歌などの神秘主義的な作品に生かされてきたが、川端は晩年に至るまで、こういった、心霊と、性愛というモチーフを基調とした、階段思考の作品を、しばしば執筆してきた。弓浦氏は、 そういった作風の作品群の中でも、晩年の作品に位置し、後の片腕などとともに、川端が戦後に到達した、有限、曜日な名品の一つとされている。ある12月の初め、小説家、霞翔介宅へ一人の夫人が突然来訪し、30年前に、九州の弓浦市でお会いしたと言い,い、霞を懐かしむ。30年前というと、 霞はまだ独身で24、5歳だったが、その夫人と会った記憶もなく、当時20歳の娘であった夫人の部屋へ行った覚えはなく戸惑った。夫人は霞が先輩作家たちと九州へ来たというが、霞にはそれが定かではなく、その頃、先輩作家たちが長崎へ行った事実だけしかなかった。しかし、夫人の語りの中の美しい夕焼けが、 弓形の港に生える情景や、彼女の髪型の話や部屋での場面描写など、内容は細部にわたり、次第に、霞は、自分が忘れているだけかもしれないとも思ったりする。霞は年齢にしては、人並み外れて記憶力が衰退していたので、自分の記憶を呼び覚まそうとするが、娘だった夫人の部屋が全く思い浮かばなかった。夫人が帰りの挨拶をし、 かすみの先客たちより先に退散し廊下に出た。かすみが見送ろうと座敷の障子を閉めると、夫人は急に体つきを緩め、いつか抱かれたことのある男に見せる体つきになった。玄関で草履を吐く夫人に、かすみは自分が弓浦市の彼女の部屋へ行ったのかを改めて聞くと、夫人は、はいと振り返り、かすみからその時に求婚されたと告げた。しかしその時すでに夫人は、 現在の夫と婚約していたために断ったのだという。夫人は自分の若い頃とそっくりだという娘の写真を霞に見せ涙声でいつか娘を連れてくるからあの時の私を見てくださいと訴えた。夫人は妊娠中のつわりがひどく少し頭がおかしくなったことやお腹の子が霞の子だと包丁を研ぎながら思ったことを話し出す。夫人は カスミのことを二人の子供にも話しているという。カスミは、夫人が自分のせいで異常な不幸に陥り、家庭の不安になっていると感じ、彼女がカスミへの追憶によって慰められているのかもしれないと思った。しかし、弓浦という町でカスミに開校した過去は、夫人に強く生きているらしかったが、彼女を抱いて罪を犯したかもしれない自分には、 その過去が消え失せて亡くなっていた。夫人が帰った後、霞は三人の戦客たちと日本地図をめくり、九州から弓浦市を探すがどこにもなかった。霞は自分が九州へ行ったか記憶をたどるが、戦争中に海軍の報道範囲として特攻隊の基地へ行ったことと、長崎の原爆の後を見に行った記憶だけだった。戦客たちは、 夫人の幻想か妄想だと一生に伏したが、霞は、夫人の話を半信半疑で聞き、記憶を探しながら、自分の頭もおかしいのではと思わずにいられなかった。この場合、弓浦市という町は実在しなかったが、他に、霞自身の中には存在しないが、他人に記憶されている自分の過去はどれだけあるかわからず、それは、今日の夫人が、 霞の死後にも、弓浦市で霞が結婚を申し込んだと思い込んでいる、ことと同じようなものだと、霞は思った。中川四一は、幽霊や魂というような、不価値の世界についての事実談のようなものを書いていた、神秘主義者、カミリル・フラマリオンの心霊学の書を、川端が愛読していたことに触れ、その、フラマリオンの影響が川端において、 重大なものであったと考察しながら、川端の弓浦詩や無言には特にそれがあるとし、そういう部類の作品には不思議と優れたものが多い気がすると評している。生涯にわたり、心霊と性愛というモチーフを疲れたように追い求め、それを遊園ご尾を極める恋愛怪談の数々に結晶化させた稽古な作家だと、川端を評するあずまさんは弓浦詩を 有限なる、怪談だとし、その後に発表された、片腕、節、白馬などと共に、作者、川端が到達し得た、曜日の極みが思う様に、堪能できる作品だと解説している。また同年に発表された、無言と共に、弓浦氏には、実は怪談系のサイコホラーとも一脈通ずる、川端の怪談思考があり、それが晩年に至るまで衰えていなかったことが見られる。 作品だとして、一興に喫するものだと推奨している。長谷川泉は、弓浦氏が、川端の若き日の恋人、伊藤初代の思い出と、伊豆の踊り子の思い出が融合したものとし、舞台地が、伊豆大島の羽生港がイメージされると考察している。原吉は、金井恵子が、弓浦氏という空間を、実体のない、箱に沸かされた日本、架空の日本だと論じたことを、焦点が、 日本の方に偏ってしまい、肝心の架空という本質に絞られていないとして、日本のみが架空なのではなく、テクストという架空の時空間が問題だと考察している。そして、弓浦氏という小説は、記憶という形の虚構イコール小説が、事実ではなくとも、かえってリアリティを与えてしまうありようを通して、小説の持つ意味を追求する、メタ小説だと論じている。 森本治は弓浦氏が狂気と隣り合わせた異様な世界を読者の前に提示しているとし、その世界とは私たちが日常生活の中で忘れている暗い裂け目のようなもう一つの空間であると解説している。そして一人の婦人の言葉によって読者も主人公、霞と共に虚と実の淡いの空間に誘われていくとし、婦人の語る過去の出来事が 妄想から描き出した夢であろうと容易に推測できるにもかかわらず、その真実らしいディテールにより、読者は次第に怪しい軸に引き込まれてゆくと考察している。また森本は50を少し出ているが、年よりも若く見える婦人の残り火のような妖艶さをにじませた雰囲気や、突然ひらめくように狂気が顔を覗かせる瞬間が全体にみなぎっているとし、こういった 緊張感も、弓浦氏を、ただならぬものにしている点で、見逃せないと評している。そして、作品の暗黙として、夫人が帰った後に、弓浦氏がどこにもない地だと分かり、夫人の話が妄想だと断定されたその瞬間から、主人公の霞が、なかったはずの遠い過去の時間を、ほとんど生き始めるところだと、森本は解説し、 作品の最後の一節と川端が16歳の日記の後書きで語った次のような一節の類似性を指摘している。私がこの日記を発見した時に最も不思議に感じたのはここに書かれた日々のような生活を私が微人も記憶していないということだった。私が記憶していないとするとこれらの日々はどこへ行ったのだ。どこへ消えたのだ。私は人間が 過去の中へ失っていくものについて考えた。川端康成、後書き森本はこれに関連し、夫人が思い出のことを神の恩寵であるとする言葉も重要だとし、主人公、霞が最初は夫人に対し、その国の少女と死者のような隔絶を覚えていたのが、集結部では、むしろ夫人の描き出した虚毛の世界に共鳴していることを挙げ、それは明らかに現実とは次元をことにする。 時空を超越したかのような別世界だと論考しながら、こういった底知れぬ沼のような不気味な世界に読者を放り出したまま鮮やかに作品が閉じられる弓浦氏は見事という他ないと評している。鈴村和成は弓浦氏を見えない結婚をアレゴリカルに描いた作品だと評し、実在しない弓浦氏の思い出話を夫人の幻想が妄想と片付ける。 同席の客たちとは違い、主人公の作家は自分の頭もおかしいと思わずにいられない点に触れながら主人公は自分自身は忘客しているが他人に記憶されている過去をどれほどあるか知れないと考えると説明し、弓浦市での結婚の申し込みは一生に付されるのではなくて一種の心霊の領域に移されると解説している。そして夫人にはこの 結婚は見えているが、主人公の作家には見えないとし、この投資のレベルでは、弓浦氏の実在はもう問われず、夫人が見て、作家には見えないという、見える、見えないの境目に、弓浦氏が立つことになると論考している。ありがとうございます。